おはようございます。釣り子 TV です。今活のウェブショップ限定で準備されたですね、こちらの巨大ルアー。こうもうね、箱の時点からね、大きいなっていう感じですけども、レプリケーター、これでシェンロンっていうものかな?ここに神竜って書いてありますけども、いよいよ到着したので、早速開封していきたいと思います。結構ね、こんな感じで。おー、あ、ここにドラゴンのね、マークがあったりして、ね、ちょっとね、今初めて開けますけど、じゃあ早速開封。ほい。うわー、来た、これすげーな。かっこいいな。あー。巨大なまあレプリケーターっていうことで、もうジャイアントベイトって言ってもいいんじゃないかなっていうサイズ感になってくるっていうね、楽しみだったビッグベイトですけども、こういうね箱に入っていて、そしてこうリップがついていたりして、何してもねこのカラーがすごいっすね、これ。生めかしいこのね色合い。じゃあね、早速出してみますかね。これね、多連結ボディで、あ、で、こんないろいろあって、で、なんていうんですかね、バラムとかと似た感じですね。こう中で遊ばないように裏にいくつもの拘束具があって、でこれを解除して、はいはいはい。ちょっと待ってください。いやこれはちょっと神々しい感じのルアーですね。これリップが出てるだけだから、じゃあちょっとずつ拘束具を解除。あ、この尻尾のところなんかちょっと柔らかいから慎重に解除して、はい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 、あ、ここもフックが遊んで、あの不意にボディ傷つけないようにね、止められてますね。ハサミハサミね、はい、ここを取ればいよいよ、いやーすげー、あー、はい、このカラーがですね 3D 琵琶湖アユっていうことで、美味しそうだね。ほんとこのぐらいのサイズになると塩焼きにしてね食べたいぐらいのサイズかなと思いますけども、こういったワイドなリップがついていて、で後ろの方に見ていくとね、あ、ここにこのね穴が開いているから、横にねフックをね準備したりすることもできるよっていうギミックが搭載されていて、でここのお腹にはかっこいいですね、レプリケーターシェンロンってね文字が書いてあって、で多連結ボディっていうことで、ここで1段階動いて、さらに後ろでも動いて、そこからこうね、このね尻尾のねこの動きが肝だと思うんですけど、こっからさらに柔らかくね連結されていってね、ハイアピールしてくれるっていう、こういった連結になってましてね、わあ、顔周りはこんな感じですけど、なんかね、ほんとカラーリングからかな、なんかね見てて惚れ惚れするようなね感じですね。でですね、中身にいろいろ入っていて、元からついているフックがこういう形状なのに対して、これをつけるとこう横向きにね、こういう感じのテールにつけることによってアクションを変えることができる、まあスペアテールがついていますね。結構もうこのテールの時点でちょっとした、ワームより大きいんじゃないかなっていう、そんなボリューム感のねこういった、テールがついているのと、あとねこれね、これはあの先日、ベビーギルロイドを買った時にもねついていたんでよく覚えてるんですけども、ここ
ね、リップを外すことができちゃう、ね、でリップを外した時にこういったパーツをここの穴に入れることによって、水の侵入がしないようになって、こう絶妙なね、バランスセッティング出す時とかに不意のズレとかを生じさせないようにするためのこの中に入れる充填のプラ板ですね、こういうのが入っていて、先日動画上げた時もね、これなんかギルロイド買ったら何ぞのパーツがこう落っこしてきて、あれがどうすればいいのか分かりませんってコメントね書いてあったんですけども、動画見てもらってれば分かると思ったので、ここに入れるパーツね、ここに入れるパーツが小さいパーツが入ってます。そしてですね、こんな紙が入っていて、あ、裏に説明書きなんかも書いてありますね。で、ここレプリケーターシェンロン 3D リアリズムで、このね台紙がね、ここにこういうバーコードがあって、なんとねこれを売っている全色集めて、このバーコードを集めて送るとですね、スペシャルカラーがねもらえるっていう、なんともね、なんともスペシャルな、おまけがついてくる。で、価格なんですけど、これ1個ね、12,100円したので、まあ、全色買うと、まあまあ、ちょっとね、エヴァーグリーンの高級ロット1本買えちゃうんじゃないかなって、そういう金額になりますけど、トライしたい方はぜひね、これ大切に取っておいて、そして、スーパーレアカラーをゲットしてみては、ね、こういうキャンペーンもやってますね。でね、裏に説明書きが書いてあるんでちょっと見ていきたいと思いますけど、多目的スーパーリアルジャイアントベイトレプリケーターシェンロン、全長 290mm、 重量5オンス、大きすぎず重すぎない絶妙サイズの超リアルジャイアントベイト、それがレプリケーターシェンロン。その唯一無二のアクションは伝説のジャバロンモンスター200を彷彿とさせます。レプリケーターシェンロンはレプリケーターに比べて全長は 70mm 大きくなり、重量はほぼ倍に増加、その存在感は他を圧倒します。で、ここリップモード、最も動きがワイドになるのがリップモード。着水直後に停止させる、デッドスティッキングや表層直下のデッドスローうねうねリトリーブに最適。テールの横向き縦向きは、好みで OK。このモードではレプリケーターシェンロンの類まれなる柔軟性が遺憾なく発揮されます。本来動きの、出しにくいデッドスローリトリーブでも、まるで伝説のジャバロンモンスター200のようにうねうねブリブリと力強くジャバロンスイミングアクションをしてくれます。ティンバーやレイダウ、取水筒などのストラクチャー付近で最大の効果を発揮します。で、はたまたこのリップを外したモードの説明ですね。リップレスモード、リップを取り外し縦テールを、セットしたリップレスモード、大型ボディのためリップがなくても大きくワイドに泳ぎます。代表的な使用方法は垂直岩盤での超高速巻きやサイトフィッシングでの瞬間的キル、過去停止状態からの急速、ショートジャークってことなどの、リアクションフィッシングに最適です。で、ここに説明、下にも書いてありますね。着脱式大型リップ、精密ドライバーで外せる大型リッパー障害物から、フックを守り、デッドスティッキングでの超低速アクションを最大までに、高めてくれますってことでね、こう説明書きが書いてありまして、まあこの超ワイドなリップがついていることによって、ものすごい低速でグリングリンに動くよっていうね、これがこの箱に入っているまず第一段階の使い方。それでもって、まあリップを外したら何て言うんですかね、いわゆるよくあるリップレス、ジャイアントベイト、まあ、もしくはこうビッグベイトみたいな感じで使えるのかなっていうところで、まあリップ付きでも使いたいけども、ちょっとね、どういう感じかも含めて、まずじゃあリップを外してみたいと思います。まあこんな感じのね、ドライバーがあれば外せるんじゃないかなってことで、プラスドライバーですね。じゃあ早速外してみたいと思います。よいしょ、ここ
舐めんないように力を入れながら、もうちょっと、よし、はい、これぐらいの長さのねネジが入っていて、外す、穴が開いている。でここにこの付属のですね、このパーツを入れ込んでいくっていうことでいいと思うんですけども、はいはいはい、こんなくしちゃいそうだから、紛失注意ですね。で、どっち向きだろうな、こうかな、なんか収まりはいいんだけど、これでネジ穴がいけばこっちでいいと思うんですけど、どうかな、あ、入って書いて、こっちでいいのか、よし、はい、こんな感じでね、ここを蓋をしてみました。これでね、なんだろう、こう入った時にここに空気の層があったりしたら、ちょっと微妙にジャストな調整取るときにね、取りづらいんじゃないかってことで、こういう感じで埋めて、でこれで、リップレスモードですね。でまあなくならないようにこう閉まっておいて、まずこういったギミックがあって、そしてねちょっと他のいろいろ持ってる大きめのルアーとのサイズ感の比較なんかもしていきたいと思うんですけども、全長29センチということで、じゃあ例えば尺腕ね、尺腕と比べると、まあこう見た目はね、この尻尾の分ね、同じような長さに見えるけども、だいぶこう折ってみるとね、ボリューム感が違うんじゃないかな。あ、でも幅なんかは結構似てるなって印象がありますね。まあまあ、まあ、こんな感じのサイズ感の違いで、で、こういった大型の多連結ボディのルアーといえば、やっぱバラム300ですね。バラム300と比べるとこんな感じね。尻尾をやっぱ折りたたむって考えると、似たようなこう存在感ではあるんですけども、気持ちこっちの方が小型ね、で投げやすいのかなっていうね、そんな感じですね。でまあ大きなルアーね出してきたんで、まあ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 あれ出してきますかね。はい、デプスのコードネームバスと比べるとこんな感じですね。長さ的にはもう一緒ぐらいですが、まあここら辺も体高とか体の幅とかはね、やっぱこっちの方が大きいんで、ああだから本当絶妙にここら辺だとちょっと投げるタックルがどうしようかなーなんていう時に、使いやすいジャイアントベイトっていうサイズ感になってくるんですかね。あとはそうですね、例えばそう、ジョイクロマグナムなんかと、このボディの尻尾を除いたね、ボディの大きさ感でいうと似ているので、幅はねレプリケーターの方が大きいですね。でも手で持ってる感じも存在感的にもジョイクロマグナムぐらいっていう感じだとね、なんか気持ち投げやすいんじゃないかなと。これやっぱねバスでもシーバスでもよく釣れますからね、このぐらいのサイズ感ってね。それにこの独特なテールの波動とか、あとはこういうね、あ、ここにも愛とかついてますよね、こういった、ギミックね、あとは貼り付ける位置とかをいろいろ調整して遊んでいけるのかなって。あと気になるのが重さ、ちょっとだいぶはみ出しちゃうんで、これを乗っけて一回ゼロ表記、はい、ちょっとね、この箱も入れてゼロ表記にして、レプリケーターシェンロは何グラムでしょうか。
135.5 って出ましたね。あー、 135.5 ってことは、ジョイクロのマグナムが、あー、 100g ちょいかね。うーん、ジョイクロのマグナムよりはちょっと重いけども、バラムと比べると、バラムより、タックルが少し、ライトなもので投げれるよっていうことで、独特なサイズ感ですね。このまあいろいろこういう大きなルアーとかってありますけどね、その間っこを埋めるような、そんな印象のね重さサイズ感なんじゃないかななんてね。まあここら辺ね、動きのバリエーションもいろいろ考えられますし、あとはそのね、なんだろう、結構この多連結ボディで、このこういった感じの連結方法って、あのジャッカルの、ダウズスイマーとか、そこら辺でああよく釣れるなーなんて印象があるので、それのまたちょっとサイズ感違いとか、あともこのカラーリングの違いであるとか、結構ね、投げやすそうな重さだから、結構投げる頻度も高くなってくるんじゃないかな、ね、バラムなんかもね、このバラム300だとちょっと専用のタックル持ってこうかなって思うんですけども、先日釣ったあのバラム245とかは、あ、結構普段使いの丈夫なタックルで投げやすかったななんて印象があるので、そのちょっとね、タックル持っていったタックルなんかで、これ結構許容範囲の高い投げやすいね、ビッグベイト、ジャイアントベイトになってくるんじゃないかななんていう風に、感じております。まあ出しどころとしてはもちろん、暴走リザーバーとかでね、あのタイミングで投げてみたいですけども、やはり想定したのは、秋口のですね、シーバスですね。この白変色してる時なんかに、この手の形、この手のボリューム感っていうのが非常にね、効果的になってくることが多いので、そんな時にね、試してみようかななんていうふうに、考えております。何してもね、早くね一回ちょっと投げてみたいですね。ウェーブショップで、のみ販売されていて、今井プロの、ブログとかをちょいちょい見ているとですね、何月何日の何時頃から並びますよなんていうのがね、よく記載されているので、今回はね1時間遅れぐらいで入ったらですね、一番欲しかったカラーとかもう売り切れていて、あ、でもこのカラーもいいな、すげえなと思って、でなんとかね、どんどんソールドアウトになっていっちゃうっていう状況だったんで、これをねポチッとなしてね、でもうウェブショップに出ていたので、しばらく待つのかなと思ったんですけど、注文したらもう速攻届きましたね。だからまた7月のどこかとかで、出るかもみたいなアナウンスも書いてあったので、秋のこの城なんかに向けて、ちょっとこういう新しい大きめのルアーいろいろ揃えておきたいよなんて人は要チェックなんじゃないかななんていうふうに、感じます。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、今かつ、ね、最大級サイズですね、これね、レプリケーターシェンロンね、これを買ってきてみたよってね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。